はい、皆さん毎度毎度、はい、おばちゃんパーマね、難毛細毛ね、まあ、強めにかけるけど上から2番目の薬だね。一番強い治療でかけるとね、取れないんだけど嫌われるっつうの。細毛難毛の方でもね、まあ、いろんな方いるけどね、こちらの方の場合はね、チリチリにかかってボリュームが出てりゃいいってわけでもないんだよね。やっぱり手触りがある程度良くて、シャンプーした後自分で乾かしてふわっとしてれば OK で、一晩寝たら潰れるっていうの、まあ、それはあんまりしょうがねえかなっていう感じで、なんかやってるね。で、こちらの人がね、初めて来た時はね、前回どこかの店でね、システアミンでかけてきたんだよね。で、システアミンっていうパーマ液の特性、まあ、緩いんであれは。で、それ緩いのが嫌で、遠赤入れたりするといくらでもかかるんだよね。そんで、来た時はもう本当にね、ボリュームがね、すっごい出てんの。乾くとね、カリカリ状態、毛先が。で、濡れると柔らかいんだよね。それでね、良ければいいんだけどね。うん、太めでさ、巻いてそのパーマだったらなんか形状記憶みたいでいいような気がするんだけど、細めで巻いてそれやるとね、本当にね、火がついたみたいにチリチリになってるっていうの、毛先が。このネタもね、こちらのお客様が来るたびにね、喋っててね、もう何年もね、うちの動画見てる方はね、また言ってるよ、おっさんみたいにね、思われるかもしれないけどね。で、こちらの方はね、初めてうちに来た時はね、まあ来てね、先っちょちょっと切って、それから巻いてね、ブローで仕上げてたけどね。もう最近はね、長さどうするもこうするもね、とにかくパーマかけちゃう。細毛難毛でさ、濡れるとね、髪の毛がさ、頭に張り付いちゃう。ほんで、長さをどのぐらい切っていいかわかんない。で、指でさ、髪の毛毛束取っても毛がさ、パーマかかってて曲がるでしょ、と指に張り付いちゃうのよ。指に張り付いてて非常に切りづらいんだよね。普段カットに来たらね、まずね、寝癖取るためにね、変な癖取るために一旦濡らしてね、スプレーヤーでさっさとね。ほんで、ブローしてからカットするね。今回はね、とにかくパーマをかけてから、ほんで、油水でね、ブローしてから、大体、スタイルしてからね、スタイリングしてからカットだね、一番最後にね。美容技術はね、こういうやり方っていう一つのね、決まり事がないっていうの、そのお客様の髪質に合わせてね、やっぱり一番いい方法を選んでいくっていうのかな。で、こちらのお客様もね、最初来てね、長さどうするって言ったら、いや、かけてから切ってくれと。もう簡単に言うんだよね。ほんで、巻いてるとね、かけてから切るのめんどくさいとか、技術的に難しいのなんてね、聞いてきたけどね。いや、こちらの場合はね、かけてからブローしてから切るのが一番簡単っつうのねえ、一番簡単な方法はこうじゃないのみたいにね。逆に濡れてると、この髪の毛切りづらいからね、なんつって笑って喋ってね。はい、そして今ね、ワゴンね、高くしたやつね、これロット巻きに使ってるけどね、微妙にね、高いってうちのお兄さんと喋るとね、なんかね、物をどこに置くかが、で、やっぱり勝負決まってくんだよ。で、今、ワゴンをさ、ロットケースの上に乗せてるじゃない？そうするとね、完全に高すぎちゃうね。なんであそこに置いたかな？今までもあそこに置くってことはあまりしなかったんだよね。あと、ペーパーホルダーの高さがね、ちょっと気になるんだよね。ペーパーホルダー、の高さに手が当たるっつうの？肘が当たるっつうの？それはちょっと気になるんだよね。で、そういう細かいところのね、高さを調整これからしてってね。で、最後の最後やっぱりワゴンの高さ、切って低くするんだけど。まあ、二人でね、ロット巻くってのが今日初日だからね、このワゴンの高さをね、調整してね。まあ、これからちょっと煮詰めていくようだね。はい、お疲れ様でした。